衝撃の事実。日本政府は存在しない。あの場所が狙われた。もう一つの理由。やっぱり何かがおかしい。昨日、こちらの動画で1月1日に起きたあれ、その被災地の中に、白石っていう自然農法を実践している町があって、それ、木村明則さんっていう奇跡のリンゴの著者で、無農薬無肥料の完全自然農法を 実現した人。それを採用してる街。それを潰すために、点て点んてんてんっていう話したんですよ。この動画ちょっと反響いただいたんで、ちょっともう一つ、この街にまつわる話をしたいと思います。白石って ある宇宙科学センターがあるんですよ。コスモアイル白衣って言います。これ元テレビマンで、現在は僧侶の高野常船さんって方が開いた科学館なんですよ。実際に NASA やソ連の宇宙センターから本物の宇宙船を持ってきて展示するなど、非常に興味深いことをやってるところなんですよね。これね、なんでこんな話をするのかって話。木村明憲さんの本が売れたのって2008年の話で。最近また第二次木村 これは秋のりブームとも呼ばれる、まあ、彼が注目を浴びてるんですよ。その引付役の一人と言われているのが実はこの高のジョゼンさんなんです。彼が超人気ユーチューバー。はい皆さんこんにちは。でおなじみのはい皆さんこんにちはチャンネルっていうのがあるんですけども。 ねえわ彼出演したんですよ。で、その時に木村明則さんの自然農法と、江戸時代まで日本が持っていた農業の素晴らしさについて語ってたんですけど、この動画実は200万再生近く再生されて、非常に話題になったんです。で、高野常仙さんって元テレビマンで、 宇宙関連の番組いっぱい作ってたんですよ。その関連からか、アメリカの、例えばロズウェル事件の当事者とか、ジョンソン宇宙センターの上層部の人とかとも仲良くて、本来一般の人は絶対にアクセスできないような機密に、 触れてるんですよね。動画の中でも言ってましたけど、アメリカ在住時に実際にライフルのレーダーで狙われたと。要するに案の札されかけたっていう話もしてたんですよ。実は彼めちゃくちゃ危険人物だと見られている節があり、そしてそれは木村明則さんとの親交というのもあり。 そして第二次木村明のブームを作り出した一人、高野さんは実は狙われてるかもしれないっていう話なんです。1月1日のあれ、まあ自然農法っていうのが一つキーワードになるのかなと。そしてそのキーマンの一人がこの高野さんであるっていう話なんです。まあ能登地方の復興のために、まあ国会では日々この話されてますけど、まあ復興費っていうのも数十億円、すでに予算についてますが、まあこれが少ないんじゃないかってよく話題になるんですよね。 計り知れないほどの金額が彼らの背後にはあると言われていますが、それらのことは一切つまびらかにせずに、相変わらず世界中ではばらまきとも揶揄される支援金をたくさん出していく。 しかし国内には出さないのは一体なんでなんでしょうかで、ここでつながってしまうのが日本最大の政府支援集団の一つと言われている経団連なんですよ。知ってます現在の会長のボ氏は超有名科学メーカーの会長なんですよ。この会社っていうのが昨日話したアメリカの超巨大農業メーカー。昨日よりひどくなってるこの会社のラウンドアップ農薬があるんですけど。 これの製造権を持ってるのが現会長の、まあ、会社なんですよね。これ要するに最近この経団連が毎年数十億円与党に対して企業献金してるっていうのがまあ非常に問題視されてるんですよ。これね実は法律上は何の問題もないんです。心情的にはどうですかって話。でも、 会長たちはこれ開き直ってるんですよいや全然問題ありませんとでもなんでそんな強気で入れるんだいっていう話なんですよそれはこの農業利権っていうものがあるからってことなんですよね世界にはこの肥料や化学薬品をまあ大量に使わせてそういった食べ物を作っていくっていう人たちといや自然農業に帰って行こうよっていう勢力があるわけですよで今回まあ、1月1日あれ起きましたけどまあその被災地の一つねあの自然農法 試そうとしていた場所がこうなったっていうのはある意味で警告でもあるんですよどちら側に着くかというのが今試されているんですよそして日本政府は どっちなのかって話。首相官邸の上には、某国が存在します。それは毎月2回、港区にあるあるホテルで、あの国の軍と、我が国の実務のトップがあって話し合ったことが、そのまま首相官邸に降りてくっていう話なんです。日本政府っていうものは、内も同然なんですよ。まあ、木村さんが UFO に乗せられて、人類の滅亡の記述を見せられたと。でもそれって、宇宙人サイドから木村さんと、 あなたがこれを止めることができますよっていうメッセージなんですよ。そう、人類を救いたいエイリアンたちもいるわけなんです。そしてそれは、実はこの地球に飛来している異星人っていうのは決して一枚岩ではないって話。古代の宗教書には、ほぼ全てに大洪水があったっていう描写があるんです。キリスト教ではノアの洪水って言って有名ですけど、これ実はこれ戦争の後なんです。気象を操って大洪水を起こし、 敵対する異星人同士が戦ったわけです。この敵対する異星人同士って何を意味するかっていうと、私たちのバックボーン、猿を、あれを操作して作られたのが私たち人類であるが、作った神々たちはいろんな種類がいるわけです。それは中東に降り立ったグループと、現在日本がある。昔は陸続きでしたけど、いわゆる縄文人が住んでいた場所、そこに降り立ったグループっていうのが存在し、 その異星人同士は非常に仲が悪く、お互いを滅ぼそうとして戦になったと。高度な文明を持っていた彼らは、気象を操って、 水でどちらかを滅ぼそうとしたと。このアジア地域に降り立っていた異星人たちは自然と調和する社会をずっと作ろうとしていたと。それは縄文人が持っていた調和の力っていうのはそれに影響されているんですけど、だからこそそれから時が経って日本は江戸時代まで自然と調和した暮らしをしてきたわけです。しかし、 明治維新になって欧米から色々な情報が入ってきた。その情報っていうのは敵対してた異星人たちが作っていた科学バリバリの文明。こっちの方が入ってきちゃって、今それが戦っていると。世界中で起きている争いごと。まあ国と国同士がいがみ合ってるっていうのはありますけど、実はこれ古代に遡る戦が 場所や人種を変えて起きているに過ぎないっていう話なんですよ。そして1月1日のこれももしかしたらこの自然農法を潰したいというあのグループたちが てんてんてんかもしれないと。高野氏がなぜ狙われているのか。木村明則氏の自然農法、模写の闇、すべて触れて欲しくないことばかりなわけですよ。そしてそれは、あの者たちが明治維新以降をちょっとずつ封印してきた私たちが持っている本来の力。それをまたネタ子を起こそうとしているのが彼らのやっていることであり、それは 危険なことであると。縄文時代って今再評価されてて、単なる未開文明だと思われていたのに、文字が見つかったり、高度な公開技術を持っていたのではないかということで、実際にアメリカの有名大学でも研究が進んでるんですよ。で、この縄文文明の学会があるんですけど、この会長があのロスチャイルド家の 人物なんです。なんでここにロスチャイルドが出てくるかわかりますかそれは、これが世に出てこないように、ストッパーの役割をしてるっていうことなんですよ。なぜあの本が危険視されるのか、そしてな,なぜあの地域が狙われてしまったのか、皆さんすべて気づいていただけたんではないでしょうか。アメリカの大富豪、ビルをメンテナンスするあのおじちゃん。 彼はアメリカ最大の農場主なんです。なんでそんなことしてるかって話。それは彼が提唱する、まあ、新しい食というものを実現するためだって表向きにはなっているけど、それはあれを操作して作られた食べ物っていうのを人類に流布するためなんですね。まあ、それいろんな理由があるんですけど。で、それは世界的国際機関たちも認めている話で、自分たちの思想っていうのを今推し進めようとしてだからこそ木村明則さんの思想はアメリカでは危険視されて、大手出版社から本が出せない 状況になってるとこ広められたら困るからなんです。でもこのお膝元日本では着々と彼の思想っていうのが伝播してきていて、まあ、その目をつむために1月1日の点点点であると。 そしてその中心地の一つである白衣にはそんな彼を世に再度知らしめてしまったあの人の宇宙科学館があるんです。これすべて偶然なんでしょうかちょっと壮大な話になってしまいましたけど。1月1日のあれで、まあ、原発ね。 大丈夫かっていう話だったん結構一月ぐらい、この原発の情報って秘匿されてましたよね。この原発再稼働を推進してるのはもちろん経団連の人たち。彼らが情報を出すなと政府に働きかけたっていう説があるわけですよ。何かあったってなったらまた原発止まっちゃいますからね。まあこういった形で、すべてのニュースには裏があるって話。ドローンを飛ばさせなかったのも、実はこのことが関与してるって言われてます。まああの地震が、 手作りなのかそうじゃないのかは別にしてその裏で色々な思惑が作動しているそれは日本が本来持っていたものを奪うっていう第二次大戦以降ずっと行われてきたことが未だ続けられているのです。 ま、以前から言ってる通り、日本ってめちゃめちゃ規制緩いんですよね。海外で使えない、まあ、脳の役も日本では使えてしまうっていう事実があると。だからこそ、模写は日本に目をつけて、そして現在会長を務める例の会社と組んで、まあ、日本の農業をあれしようとしてる可能性がありますよって話。そしてそれは1月1日のそれに深く関わっているとかいないとか、信じるか信じないかは。 歯並び次第でさ、歯並びマンショーだ、これ。はい、皆さん、こんにちはわーい、ということで、ハロー YouTube、下根塚さんのニュースのネコカバンには、今日もね、どんぶか闇ニュースをお送りしました。漫才の設定で、まあ、コンビニ店員ってよくあるんですよね。で、あの、演者の人が、ブイーンってこう、ブイーンってこう、自動ドアを開ける音あるじゃないですか。僕あれ大好きで、あの、実際にコンビニに入る時も、 ブイーンってやるんですよ。あの、僕がブイーンってやったところで、僕ほら影薄いじゃないですか。自動ドアが反応しないこと結構あって。この前、ブイーンってやって入ろうとしたら、ドアが開いてなくてガシャンってなって、あーってなって、店員さんが大丈夫ですかって言ってきたんで、僕、ブイーンって言いました。無視されました。の中で話題に。ブイーン。この絵使うって決めたやつ、少数スは何ちゅう顔してるあ、いけるいけるダフンだろう顔だこれ。お前の中でダフンだろう定義を述べよ。こういう感じです。 「み、うん、のうでぶとしがぶがりる」